街中に付設された用水路稲作などの灌漑農業に欠かせない農業用水路。田畑に水を引き込む際に使う水門も設けられている。また、日本では水田と一体で生態系も築かれている。写真は富山県南都市。用水路は農業用灌外や上水道、工業用水道などのために水を引く目的で作られた水路である。流れがあれば、 マイクロ水力発電もできる。日本最古の農業用水路、作田の水を農業、工業、水道、水車や水力発電の動力など、主に人間の経済活動に用いるための水を用水と呼ぶ。この用水を河川、ため池、湧水などの水源から離れた場所に引くために、人工的に作られた水路が用水路である。日本では、 個々の名称として、用水と呼ばれる、用水路が各地にあり、日本語では用水、用水路を厳密に区別せずに用いることが多い。また、疎水とも呼ばれ、2006年2月3日には農林水産省が日本の農業を支えてきた代表的な用水を疎水百選として選定している。水路を設けたり、そこに水を流したり、 水の配分を決めたりすることを分水と呼ぶ。なお、もっぱら水運用に使われる水路は運河と呼ばれ、またはもっぱら排水が、目的の水路は放水路と呼ばれる。これらは通常は用水路に含まない。ただし、かつては蒸気の目的で作られた用水路も、時代の流れに伴う流域住民の生活の変遷により、用途の変更や、 役目を終えて埋められたものも存在する。また、用水路としての役目に代わって、現在は流域住民の憩いの場として機能している場合もあり、水路の呼び名は個別の事情や歴史的経緯によるところが大きい。また、コンクリートの普及や土木技術の進展により、堤防や石、ダムの建設が相次ぐとともに、 既存の用水路もコンクリート護岸化が進められるなど、地水と利水を兼ねた各種の改修が進められる。農作物の生育に必要な水を河川、ため池などの故障、湧水や井戸から田畑に供給する役割を担う。長野県北新地方では、稲作には冷たすぎる雪解け水を温めるため、幅が広くて水深が浅い水路を整備している。地表に水路を改作するほか、 江戸時代でもトンネル式の横井戸が掘られた地区もある。一般に、水田と用水路の間には、問いが渡してあり、水田と用水路がつながっている。また用水路は、水田とほぼ同じ高さで設けられる。用水路から離れた場所にある田については、用水路との間をつなぐ溝が掘られており、これが用水路兼排水路として使われる。飲水時は、用水路に石板を入れるなどして、 水位を上げ、都を開けて、自然流入により殿へ水を流し込む。その後は石板を都与に入れ、他と水路を分断する。排水時にはまた都を開け、高低差により排出する。これにより、別段の動力を用いることなく急排水が可能になっており、起伏に富んだ日本の地形を生かした仕組みになっている。近代以降に改良された用水路では、 石板の代わりに水門が設けられている場合もあるが、取水、排水の仕組みは同様である。また、用水路との間に、高低差がある場合や、地下水を用いる場合などで、水車やポンプなどを用いて、水を汲み上げる場合もあり、この場合は、自然流入ではなく動力が必要になる。なお、日本の一般的な水田においては、春から梅雨の頃に田に水を入れ、夏には一旦水を引く。 水田や農業用水が河川、故障とつながっている場合、この時期に合わせて春に絶え入り産卵し、稚魚は田で生まれ育ち、排水とともに用水路に戻って用水路の底で冬眠する土壌などの生き物が存在し、水田の生態系の一端を形成している。しかし、直線化したコンクリート護岸で形成された形式の流路では定着している魚類の個体数が少なく、 多様性に欠けていることが報告されている。日本の稲作が育む生態系については、港団、自然環境の中の用水路を参照。太古の灌漑農業では主に河川の洪水を利用していたが、紀元前30世紀頃のメソポタミア文明では、チグリス・ユーフラテス側から引水しての灌漑農業が行われていたと言われており、 そのための用水路が築かれ利用されていたと推定されている。また、この用水路は生活用水の供給や治水のための放水路も兼ねていたと考えられている。詳しくは、考え考えの歴史を参照。ヨーロッパや中東の平野では、地形から自然飲水による考えが難しかったり、水が溜まりやすかったりする地域がある。例えばシリアの都市浜では、 そばを流れるオロンテス川は、水量が多く流れも早いが川底が低いために、自然飲水が難しく、水車などの動力により用水路まで水を汲み上げてから、農業、生活用水を引いている。逆に、世界遺産に登録されているオランダのキンデルダイク、村にある、風車群などのように、河川より土地が低いために耐水しやすい地域に、用水路兼排水路を巡らせ、 水が不足するときは、川から用水路へ取水し、逆に余剰となったときは、風車で組み上げて排水することで、かつての出張を牧草地や、柿栽培等に利用している地域もある。北米、南米などに近年多く作られるプランテーションでは、サイフォンの原理を用いた手法や、圧力導水路とスプリンクラーを用いて散水させる方法などが多く使われている。 水門学における利水のための淡水を供給する、給水網としては、おおむねかきのような構成要素がある。用水路はそのうち導水、排水目的に、人工的に設置される部分の一部として、設計、敷設,設される。用水路が川や谷などの窪地をまたぐ場合に、水道橋が建設される。特に環状の用水路の場合、水管橋という、本港では日本を受ける、 用水路の歴史について小説する。古くは日本書紀に記された作田の溝のように、それ以前の佐賀県唐津市の名畑遺跡や、新潟県村上市の元屋敷遺跡、徳島県徳島市の小遺跡、佐賀県の吉野狩遺跡、福岡県福岡市の板月遺跡などに遡る。これらはいずれも観光集落の跡である。 カラー彫りや土器等の捨て場として使われる看護もあったが、蒸気の遺跡では、溝の底から、水路の底であったと思われる、堆積物が出ている、幅や深さが、おのの1メートル前後であり用水路に適している、緩やかな傾斜が付けられている、石の跡が見つかっているなどの状況から、灌溉用水路として使われていたと推定されている。このように、日本の用水路の歴史は、弥生時代頃に、 稲作文化とともに伝来した農業用水が起源であったと推定されている。近世になると稲作技術が進展し、国高の工場を競った領主や諸藩の大名などにより神殿開発が盛んに進められるようになる。同時に稲作に欠かせない水の確保が課題となり、川などから直接の飲水が難しい地域へ農業用水を引くための用水路が 各所に作られるようになる。特に、天正年間に、豊臣秀吉の参加で、関東へ転望された、徳川家康は、江戸周辺での神殿開発に注力する。小泉時代部を用水奉行に登用し、玉川流域の洗浄地に灌溉用水路を巡らせた。これにより神殿開発が進み、米の生産量を大幅に伸ばすことに成功。後に幕府が置かれ、当時は、 世界一の人口密度であったと言われる江戸の台所を支えた。明治以降、日本でも起こる産業革命に伴い工業用水の需要が急速に高まった。工業用水路の整備が盛んになるとともに人口密度増加などに伴う水道整備や水力発電用などにも使われるようになり、いわゆる日本三大疎水をはじめとする代償様々な規模の 多目的水路が作られ、これらの水路が各地の近代化を支えた。なお、これらの水路には、当時はまだ有力な運送主力であった、河川主運用の船舶を通す運河として利用を想定したものもあった。周辺の都市化に伴い、浸水公園として整備されたり、暗渠化されて、道路用地として利用されたりする用水路近年になると、 ますます大都市圏への人口集中が進み、大都市周辺では、急速に都市化、宅地化が進むようになる。すると、農地や工場用地は、宅地や店舗、オフィスビル用地へと転用され、農業用水、工業用水の需要が減少した。反面、近年急速に作られた放水路と同様に、用水路は、雨水や生活排水の排水路としても使われるように、 なってゆく。また、さらなる土木技術の進展によりトンネル工事が比較的容易になると新たに作られる用水路や放水路は次第に地下に作られるようになった。また既存の用水路も道路用地として利用するために蓋がされ暗渠化されるなどその形態も大きく変化してゆく。一方、最近になると自然環境の見直し機運が高まり用水路は河川と同様に 近隣住民の憩いの場として位置づけられるようにもなった。殺風景なコンクリート護岸を再改修して、緑道や浸水公園などを整備したり、水の浄化設備や飲水設備を設けたりといった工夫が各所で施行されている。自然河川に近い用水路では、生物が数多く存在し、独特の生態系が築き上げられている。日本の近世以前の用水路は、 主に農業用水路として使われており、また土を掘って踏み固めただけのものであることが多かった。その形態は自然河川に近いものがあるが、ただし、利水のための水路であるがゆえに頻繁に人手が入り、また渇水や人間の水利用によってその水量にも大きく影響を受ける特殊な環境であった。しかし、日本に灌漑農業が導入された弥生時代以降、 2000から3000年の間に、この特殊な環境に巧みに適応し、農業用水路の環境を生活に組み込む生物が、数多く存在する。まず、比較的流れが緩やかで水深が浅く、日当たりが良いため、プランクトンやコケなどの生育が良く、また土の川床では、ミミズなども生息可能である。それらを食料にするタニシやオタマジャクシ、魚類のメダカや、 よしのぼりなどが住み着く。すると、それを捕食する甲殻類のザリガニ、昆虫のタガメやヤゴなどの生活を支える。さらに、それらを捕食するコウノトリやサギなどが飛来する。人為的に作られた環境が、長い年月をかけて自然と一体化し、里山のそれと同様に独特の生態系を築き上げてゆくこととなった。なお、農業用水路における生態系は、 水田とほぼ一体であり、用水路と田を行き来して生活する者も,も多い。合わせてた環境としての田も参照のこと。ところが、明治以降の近代になると、この状況が急激に変化する。土木技術の進展に伴う水路のコンクリート護岸化や、石による水路の分断、暗渠化による日光の遮断、田畑での農薬利用などにより、稲作と共生してきた生物は、 その生活環境が激変し、生命が脅かされることとなる。さらに近年の都市化による、生活排水、工業排水の流入や田畑の宅地化が追い打ちをかけ、その結果、かつてありふれた存在であったメダカやタガメなどが、日本人の生活から姿を消し、さらには、食物連鎖でその上位にいたコウノトリやタンチョウなども、姿を消し始めた。それぞれ現在では、 絶滅が危惧されるまでになり、時のように一時は絶滅した種もある。裏返せば、彼らはそれだけ日本人の稲作文化と共生していたのである。メダカ等の絶滅危惧種指定は、稲作文化が支えた生態系の存在を日本人に認識させることとなり、現在は例えば、兵庫県豊岡市で、コウノトリが生活できる。 稲作環境を保全するといった取り組みにつながっていく。経済と生活環境の共存は現代社会における課題の一つとして認識され、各所で取り組まれ始めている。見合い外撲滅のために、甲府盆地の水路はコンクリート化された生態系や生物多様性の保全という観点とは別に、日本の用水路のコンクリート化は単なる自然破壊ではなく、明治以前には、 原因不明の風土病として恐れられた重血吸虫症の原因寄生虫である日本重血吸虫の撲滅のために行われた施策であることを理解する必要もある。重血吸虫症は通年で水に浸り続ける素彫りの溶水炉に生息する特定の巻き貝を宿主とする吸虫類が溶水炉や水田内に入った人間やその他の大型哺乳類に寄生することで発症する。 病気である。感染の度に肝臓に障害が蓄積し、最終的には肝硬変や肝癌により死に至る。日本を含む東南アジア全域に分布する寄生虫であり、今日でも東南アジアにおいては深刻な風土病として猛威を振るい続けているものである。根本的な対策は水田や用水路には素足では入らないことしかないとされていたが、 1913年に九州大学の宮入慶之助が日本充血球中の中間宿主である巻貝の宮入貝を特定した。それまで素掘りで作られていた用水路をコンクリートの有事硬化して宮入貝の生息し難い環境を作ること、特に充血球中症の蔓延が深刻な地域では、殺害剤を使用することにより宮入貝が生息できない環境を作ることが、 第二次世界大戦前から行われ始めた。日本では第二次世界大戦後に補助整備が進んだことから、宮入り街も日本重血球中病もした叩く間に減少し、1978年以降新規患者の報告はなくなった。1996年2月、かつての最大の感染地帯であった山梨県は、日本重血球中病流行の収束を宣言。 最後の感染地帯であった福岡県、筑後川流域でも1990年に安全宣言を2000年に収束宣言を発表した。これにより日本は重血吸中症を撲滅した唯一の国ともなった。用水路には人間や自転車、自動車の転落事故が起きる危険性がある。朝日新聞の調査によると用水路への転落による死亡者は 年間100人を超える。頭を打つなどして立ち上がれず、周囲に救助する他人がいないと、水深10センチメートル程度の用水路でも、水死することがある。事故が起きる、可能性がある用水路すべてに蓋や柵を設けることは、費用面などから困難である。NHK によると、2018年の1年間に、全国で2000人以上が用水路に転落して、死傷している。溶水路は、 国や市町村が管理しているものや、土地改良区が管理しているものが混在しているが、特に土地改良区が管理しているものについては、財政的な問題で、柵や蓋の設置が困難な状況となっている。重血吸中症の撲滅を達成した現在では、用水路のコンクリート化、暗許化は、主として、道路用地の確保、とりわけ、学童をはじめとする交通弱者の安全確保を、 目的とした、歩道拡幅の要請による面が多くなってきている。モータリゼーションの進展により、つつ裏らうらの細字にまで、自動車が侵入してくる状況と、多数の児童が被害者となる重大死亡事故の度に、高まり続ける、住民側からの通学路の安全確保の要請、歩行者の水路への転落事故などに起因する、行政訴訟に管理不行き届きとして、 行政側が敗訴する事例が多発している昨今では、道路速攻、用水路、消火栓の別を問わず、海峡の上部空間の有効利用、安全性確保は、行政の水路の管理上すでに避けては通れない問題となっており、交通弱者の保護に優先して、自然環境の保全を目的とした管理を行うためには、住民や保護者側の用水路の環境機能に対する、 深い理解も必要不可欠なものとなってきている。日本の用水路一覧を参照。ありがとうございます。